おお、なんだこのカメラすげえってみんな言ってたけども、一番すげえです。はい、あなたのホビーにカメラ技術をプラスアルファ、アルファホビー部。まあだからグローバルシャッターを積んで、まあ本当にソニー英断だったと思います。まあ蓋を開けてみてね。まあだからまあ、私もちょっと休憩中に噂サイトのノイズのやつ見て、あ、まあまあ、あそこまではとは思いますけど、まあ、ちょっとこの後確認してもらいますけども、まあまあ、正直同じくらいとは言えないので、そこのところを差し引いても結局他のところがすごすぎて十分カバーできるかなとは思います。まあ、だから、まあ、当然2400万画素だし、その辺のノイズ耐性なんかもさほど気にしない、まあ、そうですね、日中の昼間屋外で例えばプロスポーツとか動物とか、まあ、それこそ飛行機とか、まあ、鳥なんかもそうですね、鳥とかも撮っても全然ものすごいです。本当にプリキャプチャーもね、せっかくだから画像見せましょうか。はい、まあ、そうですね、ザ・スポーツカメラって言った方がいいかな。屋内はね、やっぱ正直じゃあ6、まあ、感覚的にはやっぱ ISO 6400 かな。うん、私この4000見てもまあまあまあ使えないことはないんだけどね。はい、あ、これだとちょっと待ってね。あれあれあれ、ちょっと待ってね、私の数少ない、はい、これです。これそのままです。要はこれただ普通に押しっぱです。でこの瞬間が撮れました。はい、で、待ってね、スペック、もうこれもね、だからね、今までこんなの撮れなかったから、申し訳ないけど誰でも撮れるカメラが出ちゃったっていう感じ。本当にもうそれこそこういうのを撮りたかったんだみたいな人はもうこれ買えば撮れます、はっきり言っちゃえば。もう、まあ、当然タイミングがあってこのもうちょっとへこむのやつとか撮れてればよかったんですけど、2スイングのうちボール1スイングだけボールに当たってました。もう1スイングはちょっと離れてる当たった後のやつでした。はい、まずこれ、シャッタースピードが8000分の1、はい、 F2.8、 あ、ごめんなさい、レンズは FE2470GM2 です。 F2.8GM2、 はい、F2.GM2 でシャッタースピード8000分の1で F が 2.8 で、皆さんが気になるのが ISO4000、 はい、 ISO4000 です。はい、でね、もうね、こういうのが簡単に撮れちゃって、むしろなんていうのかな、止まった映像だから、前はほらこうね、流し撮りじゃないけどこうブレてる状態でこうちょっとスピード感が出たりとかっていうやつがあえて逆に良かったのが、本当に全部が全部止まって映るからさ、まあなんかちょっと躍動感がないよみたいなのがありますよね。はい、じゃあこれを 100% 表示したものです。はい、どうですか、ノイズ耐性。はい、ちょっとね、この辺、これ 100% 表示です。はい、やっぱバットのところとちょっとバットの周り若干ね、やっぱ暗所はちょっと厳しいかなっていうのは正直ありますね。はい、ちょっと待ってね、あれ、こっちとこっちあんま変わんね、これとこれとどっちだったかな、ちょっと待ってね、これね、実言うとトパーズ AI をせっかくなのでかけてみました。はい、トパーズ AI をかけたものとそうじゃないもの、これ名前が分かんねえから分かんねえなこれ。こっちがかけてないかな、あ、こっちかけてるか、これかけてるっぽいな、あれ分かんねえ、iPhone じゃわかんねえ。
これこっちかけてんのか。これ今かけてまた変えますね。はい。でこのくらい、まあ今これ ISO 4000だから逆に言うとこのくらいでもトパーズ AI をかけたものとそうじゃないもの、それ区別がつかないでしょ。若干違う。俺ねちょっと老眼で分かりにくい、スマホで見てるんだけど、これとじゃあちょっと こっち消しちゃえばいいんだよね。だからもうややこしいのでトパーズで作ったやつ消します。こっちがトパーズだから、パソコンだとね分かるんだけどね、スマホだとねちょっとね分かんない、ごめんね。はい、これでこれでどうだ、ちょっと待ってね。あ、出ちゃう、わかんねえ、これなんか、あ、これ、あ、これ、あ、わかった、これトパーズだ、こっちトパーズです。はい、今トパーズ、名前が出た、これトパーズです。これノイズ処理したものです。で、はい、こっちがノイズ処理してないものです。はいはい、黒はね全部真っ黒じゃないです。ちゃんとズボンのところはね、ちょっとこれスマホでちょっと解像度も低いんであれですけど見えないですけど、ちゃんとズボンの縦のライン出てます。このねちょっと iPhone のこの画像がちょっと真っ黒に見えるけどちゃんと出てます。はい、うん、まあ1段か2段までいかないような気がするけどな。まあけど正直ちょっとノイズがもう期待、まあ今、まあ、何度も言うように今まで通りの2400万画素の使い勝手で考えるんだったらあんまり期待しない方がいい。だから例えば5000万画素で2400万画素になって高感度が耐性が強いなとか思ってこっちをちょっと選ぼうかなっていうんだったらそれはうんっていうかちょっと思います。なので、そこは過剰な期待をしない。だけどそれをこうそこがまあちょっと弱点といえば弱点だけどもそれ以外はもうあまりにもすごすぎて、これねほんとすごいよね。これも私が拡大してもみんな映んないもんね、うん、はい、あ、これ、あ、これ岡本さんが来てないからこっちか。はい、すごいんだけど凄さが伝わらない感がすごいすいません。はい、まあ本当にねゲームチェンジャー。まあ私の肌感では、Z9 今までの α が出て一番何触っておおなんだこのカメラすげえってみんな言ってたけども一番すげえです。はい、私の人生の中でソニーアルファのカメラを買ってすげえって思ったのが今まで一番すげえって思ったのはソニーのアルファ9が出た時のアルファ9の AF がすげえと思いました。でその後 AIAF が出て AIAF すげえって思いました。で、まあ、高画素だすげえっていうのもあったけどもやっぱ AF がすげえで AIAF の AIAF の体験とアルファ9を最初に触った時の体験よりも今回はもっとすごかったです。アルファ史上私の、未体験ゾーンをこう開拓した更新したカメラでした。はい、そうだからねまあ厳しい委員長辛口で言うけどまあそれはね初のグローバルシャッターですよ。まあ、そこまで過剰な期待して高感度があれあだこうだノイズがどうだこうだっていう人はまあそれだったらそれで買わなきゃいいと思いますけどそれをこう埋めるほどむしろこうそれ以外のプラスアルファがあまりにもすごくてもう未体験の写真がこれ使うとどんな写真が撮れるんだともうワクワクしかないです。はい、ちなみに私買いませんけどももうちなみに私が完全にスポーツの仕事やってたら、多分買います。はい、私仕事のうちの1割ぐらいしかこの手のカメラを使う要素がないので、まあ
通常のカメラか、もしくは高画素の方が圧倒的に、まあ高画素のカメラが一番私は恩恵がありますので、うん、